国会議員が首相や閣僚に質問をぶつける国会質問、首相の考えをチェックしたり、自分の考えをアピールしたりする重要なやり取りです。国会質問の機会は、予算から週刊しねタまであらゆることが議題になる予算委員会、様々な専門分野を議論する委員会、政党の代表らがやり取りをする衆参の本会議、 衆参の議長を通じて内閣に文書で質問する質問収書などがありますテレビで中継される予算委員会などでの質問時間の配分は法律では定められていません各党から委員会に派遣されている理事同士で決めるなど担当者が話し合って決めます首相が出席する委員会など重要な案件については各党の国会対策委員長が決めます 政府は予算案や法案を国会に諮るとき、事前に与党の了解を得る仕組みになっています。これを事前審査と言います。つまり、与党と政府は一体となって、法案や予算案を考えるのです。一方の野党は、こうした前準備には加われないので、国会でチェックし、問い立たすしかありません。そのため、慣例として、与党より野党に質問時間が多く配分されてきたのです。